2020年の秋に実施した東海道53次東京大阪自転車の旅では、皆さんに特に箱根越えの区間をお楽しみいただきました。小田原宿から三島宿まで途中箱根宿を通る全長32キロ8里の長い行程は、江戸時代から東海道53次随一の難所として親しまれ、また恐れられていた区間です。現在ではこの辺りに東海道本線、東海道新幹線、国道1号線、東名高速道路、新東名高速道路などが通っていますが、最短経路をもってこの区間を抜けるのは旧東海道ばかり。というわけでこの区間を自転車で抜けていき、非常に新鮮な思いをすることができたわけですが、しかしやはりこの区間、自転車で抜けるためには車道を走らざるを得ませんでした。本当はこの区間には江戸時代から使われ続けている八里の岩根、石畳の長い道のりがずっと存在しているのですが、しかしこれを自転車で進むということは基本的にできず、少し脇の車道を進まざるを得なかったのです。というわけで今回はこう歩いてみようということになりました。おはようございます。今日は2021年3月の11日やってまいりました。毎度おなじみのここは東京日本橋です。懐かしいですね。あそこから確かにこういうふうに自転車を漕いで出発しましたが、今日は私たち人類の開発した文明にですね、もう大いにあやかりまして、これからバスとか電車とかそういったものを乗り継いで、まあ、比較的楽な箱根八里の体験をしたいと思います。あの工程を全部歩いていきますと、もう多分早朝から日が暮れるぐらいまでかかりますので、今日はそこまでやるのはやめておきます。ただ江戸時代の人たちの気分を味わうということに特化して、結構しっかりと考えた工程を組みました。国道1号をまっすぐ進みます。ここは旧東海道でもあります。この道をずっと進んでいっても小田原や箱根に行くことはできますが、それは皆さんにこの間ご覧に入れた通りですが、今日は日帰り旅行ですのでさすがに歩いてはいけません。ちなみにあと2日で東海道本線から長らく活躍をしてきた特別急行用車両185系が引退。ちょうど9時の列車がこれでしたので、あんじゃあ乗ってこう。車内も混んでいませんでしたのでね。小田原からは箱根登山電車に乗り換え、まず向かいます目的地は箱根湯本の駅です。この東海道本線もやはり旧東海道に沿って進む道のりです。まあ簡単にせっかくですから、この間の新幹線ほどではありませんけれども、超高速に進んでいく旧東海道沿いの旅を皆さんにお楽しみいただきたいと思います。今日本橋を過ぎて最初の宿場町品川へ向かっています。品川駅を過ぎて今ここ上にですね、八津山橋がありましたが、これを渡って画面の左の奥、まあ、ビルの裏あたりにかつての旧品川宿があります。現在でもそこが宿場町として、まあ、割と雰囲気を留めているのは皆さんご覧いただいた通りです。引退する一波豪華を撮影しようと6号と手に結構多くの鉄道マニアの方がおられました。昔6号の渡しがあったところ、渡し船は現在では必要ありません。多数の渡し電車がこの辺りを駆け抜けていきます。この渡し船はちょっといいやつだから、まあ、特別急行料金がいるわけですよね。これで反対側に到着。ここが川崎宿です。ちょうど向こう側にも京浜急行の特急電車が並走。ああこれぴったり一緒に並走バトルになるかなと思ったんですけれども、向こうがちょっと詰まっていたのか停車駅が多いのかな。残念ながらね、あまり一緒に長らく走るということはできませんでしたが、でもこの辺りは電車の本数が多いですね。まもなく横浜、向こう側にあんなの立派なですね、みなとみらい21が見えますが、まあ、この駅のちょっと右手10分ぐらい歩いていったところですかね、そこが昔の神奈川宿ということで、今の横浜市の中心部と江戸時代の宿場町とはこの辺りでは随分ずれています。この次の宿場町は保土ヶ谷です。でも今の東海道本線もやっぱ保土ヶ谷宿のところを通りますからね。ここにもライオンズマンション保土ヶ谷と書いてあります。まあこの保土ヶ谷駅からそんなに遠くはないところかな。これから随分雰囲気が山がちに変わってきます。これ上の方を見るとね、結構高いところに学校などありますけれど、この裏手がいわゆるゴンタ坂で、江戸を出てから一番最初の難所ということになっていました。ここで行き倒れる人なども昔はいたようです。そして江戸を出てから最初のトンネルに入りました。このトンネルを抜けますと右手に湘南ライナー用の車両215系ですね。これはもう多分二度とお客さんを乗せて走ることはないんじゃないでしょうか。全部2階建てというなかなか特殊な車両で、私も最後に乗ってみたかったですけどね、お休みの日は最後走らなくなっちゃいましたし、あまり観光用の車両という感じでもなかったので、この東海道で通勤客を運ぶためにずっと活躍を続け、東海道に骨をうずめていった、まあ、そういう電車であると評価することがまた一番いいかもしれません。この辺りは東海道本線は江戸時代からまあそうだったとは思いますけれども、やはり大動脈ということでバンバン走っています。
江戸時代ぐらいも東海道を使って藤沢とかそこら辺ぐらいまでの需要っていうのは結構あったみたいですね。特に観光しているような人なんかも藤沢、それから大山あたりまで行くときに東海道を使っていたようです。ただいま通過している宿場、これは戸塚です。宿場というか、まあ普通に駅ですけれども、戸塚の宿場はこの駅の少し手前ぐらいのところから始まるようです。確かね、東海道53次の浮世絵に書いてある川があるんですけども、その川が今のところホームの端っこにかかっています。今大船に停車中。大船で一旦抜かれましたが、もう一度抜き返します。結構この朝の9時の踊り子号は面白かったですね。今でもこういう風なぴったり並走するようなことをやっているんでしょうか。大船は現在では主要な駅となっていますが、横須賀線との分岐点ということで栄えていますが、江戸時代にはそういった役割を担っていたのは大船ではなく、この先の藤沢宿でした。まあ、もう藤沢は過ぎちゃいまして、今ですね、列車は相模川を渡っています。この辺りで富士山が右手に見えます。旧東海道を走っていると左手に見えるということがあります。これを渡りますと平塚です。平塚の宿場もこのように通過。平塚を過ぎるとこれですね、東海道53次の浮世絵にも出てきますが、大きな山がありまして、昔平塚は結構貧しい宿場だったようでして、宿の人たちがなんとか宿場に泊まってほしいから、この山を越えないとこの先には行けないんですよ、だから泊まってくださいというふうにですね、無理やり旅人を騙したとか言われる、そういう大きな山が見られました。まあ、いろいろ見るものはありました。在来線ならではの景色をいろいろ楽しむことができまして、列車は小田原に到着、お客さんを降ろしてすぐに発車しました。もう見ることができない15両編成。私がお客さんを乗せている踊り子号の動画を出すのも、185件の動画を出すのも、いよいよこれが最後になるでしょうか。さあ、小田原では大急ぎ、まだ朝ごはんをちゃんと食べていませんでしたので、箱根そば。行くとね、なんと店員さんが私のことを知っていました。そして、店に入ってからもう出るまで3分ぐらいで済みましたね。早い、安い、うまい。三拍子揃った箱根そば。江戸時代から続く日本人の伝統的なファストフードです。もうファーストフードではないですね。本当にすぐ食べることができまして、わずかな時間ですぐに乗り換えも完了。箱根本の駅から箱根登山電車に乗り換えです。ありがとうございます。次は終点箱根湯本です。車内放送があったように箱根湯本までノンストップ。左手に小田原城の天守が見えます。小田原城ってのは本当に巨大なんで、まあ、もう普通に小田原駅の中も、もうあの辺も全部お城の中というふうになるみたいですね。左手に早川が流れています。芦ノ湖から続いてくる川です。そしてこちらはいよいよ現れました箱根登山バス。今日はこの箱根登山バスに大いにお世話になります。この左手、バスの走っているのが旧東海道、まさに江戸時代に人々が歩いていた道です。ここをちょうどぴったりバスと同じような速度で走っていきます。どうもこのバスはお客さんを乗せていない回送便のようですね。いろいろなものが脇をずっと走ってくれて、今日はなんだか一人ですけれども賑やかな旅になっています。箱根の山、その外輪山の切り欠きのできているところへ、列車も旧東海道もバスもこうやって登っていきまして、今地形の谷の様子も見えたかと思います。この川を挟んで向かい側のあたりに、豊臣秀吉が小田原攻めをするときに建てたという一夜城、一夜で作ったように見える大きなお城があったそうです。まあ、戦いの陣地が一つ作られた、そういう感じだったと思いますが、お城を前々から建てておいて、その手前にあった木を最後に切り倒し、まるで一夜でお城を作り上げたかのように見せる、その戦術が北条氏を大変驚かせたと言われております。バスはぴったり横をさっきからねついてきてくれています。だいたいノンストップで走り続けるバスと、それからノンストップで走っていくロマンスカーの速度が同じぐらいなんですね。もう間もなく鉄道では、今日はここが終点となります。箱根湯本の駅に到着です。箱根湯本からは旧東海道を走る、多分割とマイナーな部類に入ると思いますが、そういうバスがちゃんとありますので、旧道経由のバスというのを注意深く選んで、そしてそれで芦ノ湖方面を目指します。終点の箱根湯本に到着。多くのお客さんはここで箱根登山電車に乗り換えますが、バスの旅もいろいろな路線があって本当に面白いものです。引退直前の旧型電車などが連結された箱根登山電車の3色編成がやってきました。結構珍しいですね。ここから先多方面にバスが出ていますので、どれに乗るかというのはよく事前に調べておくのがいいと思います。私はここで Google マップを利用しましてきちんと調べておきました。さあ来ました、これです。元箱根広域箱根登山バス旧街道経由、これは1時間に1本の便です。
旧街道を通って愛の宿畑宿へ向かいます。いいですね、このボタンもちょっと古めかしいこの感じ。多少古いバスが来たようです。最初湯本の駅をまず逆向きに出発します。実は箱根湯本というのはギリギリここは旧東海道ではありませんので、バスは少しだけ山を下るような形で旧東海道にかかる三枚橋を進みます。この橋、昔は3つに分かれていたそうで、この3つの橋を全部渡りきるとありとあらゆる罪から許されることができる、そういうふうな言い伝えがあったそうですし、実際そういうふうな制度もあったそうです。この先に宗雲寺というお寺があって、そこに駆け込めばもう幕府からの訴追をとりあえず免れるということができたという話です。これから先道がどんどん急になっていきます。バスは強力なエンジンの音を立ててどんどん登っていきます。箱根登山バスの皆さんは運転技術がもう凄まじいんだなといつも見てて思います。右へ船りへ、バスがこのように左右揺れながらですね、どんどんエンジンをかき立てて、そして反対からやってきた自動車をもう果敢にかき分けて進むわけです。この道の広さは江戸時代からそれほど変わっていないんではないかと思います。このバスに乗って小田原宿と箱根宿の間にある愛の宿畑宿を目指します。そして畑宿から先、さらに自分の足で歩いて箱根宿の手前芦ノ湖を目指すという工程です。もちろん旧街道、自転車では通ることのできない石畳の道を進んでいくことになります。この辺りまでは結構旧街道経由の大学生の人たちが、ね、いっぱい乗ってきてて、あ、大学生も旧東海道に興味があるのかと思ってびっくりしたの、まあ、僕も大学生なんですが、そしたらね、みんな途中の温泉施設で降りていきました。僕が最長往復切符の時に利用させていただいたあの天山の陶磁橋ってところがあったんですが、そこへのお客さんがどうも皆さんここを通る旧街道経由のバスを利用するようです。旧街道経由のバスは先ほども言いましたが1時間に1本です。だからさっきお蕎麦も大急ぎで駆け込んだわけです。通過中のこの坂は女殺し坂、女が死んでしまう坂だとか、女の人ではここを転げ落ちてしまう坂だとか、そういう風に言われておりますが、ここはきつかったですね。自転車で登るのもね、一生懸命漕ぎました。ここで一生懸命自転車を、しかしすごいスピードで漕ぎ上がっている人たちを追い抜かしました。東海道を今どんどん登っていく近所のマスラオとは、ああいった人たちのことを言います。決して電動自転車で登ってしまった人のことではないと思います。さあ、畑宿に着きました。バスは行きました。お、どうも、ありがとう、頑張ってください。どうも近所のマスラオがまさに自転車を素晴らしい速度で漕ぎ上げながら、今こちらへ手を振っていつも動画を見てくださってるんですね。近所のマスラオにも人気のスーツ、交通、旅行チャンネルをどうぞよろしくお願いします。さあ、それではこれから先、ここからずっとバスに乗り続けると前に通ったのと同じように自転車の道をたどるだけになってしまいますので、自分の足で進むことになります。ここ覚えてますが、東海道53次の回でもね、出たところです。頭おかしくなって登っていっちゃいましたみたいなことを確か字幕で出してもらったような気がするんですが、これですね。右と左にそれぞれ一里塚があります。これは4キロごと、まあおよそ4キロごとに設置されていた距離の基準点で、まあ今で言えばキロポストみたいな、鉄道のキロポストみたいなもの、貨物輸送の運賃とかをこれで計算していたようです。これは当時からのものではなく、おそらく復元されたもので、またこれから先の道も江戸時代のその当時と同じように石畳になっていますが、これもおそらくは一旦壊れたのを復元したもの。ただこれから先進んでいけば、江戸時代の時に作られたのと全く同じ当時から使われ続けている石畳の道も結構残っているのではないかと思います。これより先が箱根八里、八里の岩根と言われている場所です。道はすぐに険しくなりました。最初は行けるかなと思ったんですが、ちょっと登ってくると、もうすぐにこれは大変なところを来てしまったものだと思います。自分の足で歩いていると、石畳じゃなくて普通の土の坂の方が歩きやすいんじゃないかななんていうふうにも思うんですが、しかしやはりこのような形になっていたのには意味があるわけです。ここでは再生速度を時々2倍3倍もしくはそれ以上にして、皆さんに割とテンポよくお楽しみいただきたいと思います。歩いていてそれほどとてつもなく疲れるということは最初はありませんでしたが、しかしだんだんと息が上がってきて苦しくなってきます。そして変にくぼんでいるところに足をかけてしまうと、ひねったりとかね、そういう心配もありますから気をつけて進まなければいけません。ここに何やら書いてあります。斜めの排水路、ここには石段の上を流れてきた雨水を石畳の外へ追い出すための溝があります。あ、なるほど、確かにこういうものがありますね。
江戸時代当時からこういった形だったんでしょう。そしてここにこういう風に再現するのはもしかしたら当時を再現するためということだけではなくて、ここにですね本当に江戸時代当時から存在していたそういうものだったのかもしれません。石畳は部分的に江戸時代のものが残っているそうですが、どれがそうだとかそういったことは私が歩いている限りではあまり見られませんでした。この付近の石畳は江戸時代初期の構造を今に伝えています。あ、なるほど、下に砂利を敷いた後土を撒いて、そして最終的に石を設置してたんですね。何も考えずにただ石を並べていたとかそういうわけじゃないんですね。そして多分その作り方は今も全く変わっていないんでしょうね。だから小さい石が部分部分表に出てきたりしているのではないかと思います。この石畳の工事も大変です。江戸時代の人たちが全部手作業で1個持つだけだって思うような石をどれだけの手間をかけてここへ持ってきたことでしょうか。ここに何やら書いてあります。江戸時代の初め1680年頃に江戸幕府はこの箱根越えの区間を石畳に改修したそうです。悪天候の時にはこの辺りは泥だらけになり、もう体の半分ぐらいが泥の中に浸かりながらなんとかその中をかき分けていく、そのようなとんでもなく困難な道であったようです。この辺りはいろいろ見渡しましたが、どうも昔の道が見当たりませんでしたので 1.2 キロの間7まかり、ここはこの間自転車でも進みましたけれど現在も同じようにやはり舗装路となっているんですね。ここは歩いて抜けていくことになります。この七曲がりの区間は自転車で行くのはとてももちろんきつかったですが、電動アシストだけではもうとても疲れてしまうようなそれぐらいの過酷なところでしたが、自分の足で歩くのももちろんきつく、ひたすら続く上り坂、平らになって休ませてもらえるような場所がないということで遠くにきつかったような記憶があります。ところどころこういう風に上に橋がかかっていて、これは現在の自動車道、この脇にですね箱根バイパスというのがありまして、お客さんを乗せて大急ぎ箱根の山の上から箱根湯本の駅の方へ向かうバスなどはあそこを速やかに下っていきます。だからいくつもこの辺りにはこんな格好のところに見えて道路があるわけです。でもどの道路もなんだかうねり狂っているみたいですね。これはすごいところだと思いますが、自分の足でこんなところをのんびり歩いていても一応ちゃんと歩道があるのでそれほど心配はありません。おお、すごいところだ。奥に小田原の街並みも、小さく見えています。そしてここにバス停があって、何やら樫の木坂と書いてありますね。今までのものよりももっとすごい坂があったのか。あ、なるほど、何やらあそこにある。現在樫の木坂はどうも江戸時代とは違って階段の作りにしてはくれているようですが、なんか書いてあるぞ。樫の木の坂をくゆれば苦しくてどんぐりほどの涙こぼるる。どんぐりほどの涙こぼるる、それは困ります。こんなことってあるか。でもなんかね、登り始めてきてもうすでにここまでの疲れが蓄積してますからね。うわ、なんと大変なところへ来たもんだと思いながらですね、この大変な思いをするというのがただの旅行ではなくて江戸時代の人たちの気持ちを少しは感じられるような時間旅行、そういった体験ができているような気分になってとても清々しいものです。今日は天気も非常にいいです。もちろん天気がいいからここへやってきたわけですが、この険しい坂道を自動車たちも慎重にスルスルと降りていくのを、これをまた見てですね、みんながみんな苦労していて自分も苦労しているのに多分全員が気分よくここを苦労して通過しているんだろうと思うと、またそれが楽しくていいですね。しかし登ってきて特にあそこに余計な看板が立っていたものだから、うわ疲れたと思いましたが、ここは休まずにまた頑張ることにします。後ろにちょっと落っこしたら階段をゴトーッと落ちるんじゃないかみたいなちょっと心配な区間もありましたが、しかし全般的には歩きやすいです。石畳よりはさすが階段、でも膝にちょっと負担がかかったかな。石畳の方が雰囲気がありますからね、その分精神力は消費しなくて済むんですけれど、自転車でこの間頑張って抜けていったところです。そこといよいよここで分かりました。箱根旧街道と書いてあるからやはりこの道が昔石畳で作られていたところのようです。現在地が書いてありますが、まだ芦ノ湖はかなり先です。果たしくはもう画面の右下のところですからね。あ、ちょっとしか来てないじゃないかと思って、まだまだこれから先頑張ってこの遥か彼方を目指さなければいけません。多少の苦労はするべきです。本当は小田原の宿場から全部歩いてきたら一番その苦労を感じることができたでしょうけれど、あくまで今回は苦労することが目的ではなく江戸時代の人たちの気分を少しでも知ること、だから途中でこういう風にね、のんびりゆったり休憩しながら
昔の気分をなんとなく体験版で現代人として味わう、まあそれぐらいでいいんじゃないでしょうか。ちょっと疲れたところにちょうどいいベンチがありましたので、お水を飲んで引き続き出発。この辺りまで来ると、いやー江戸時代の人たちはこうだったんだな、さすがに感じられるような昔ながらの区間になっています。でもどうなんでしょうか、もしかしたら場合によっては昔の方が道の状態は良かったというような時もあったかもしれません。ちょっと幅が狭すぎますよね。どんどん人があまり通りませんので、ヤブが伸びてきているようですが、しかしこの道が消えるということはそう簡単には起こらないでしょう。ここにちょうど苔がまた生えています。そういえば苔滑らかだ、そういう話もしましたけれど、箱根八里の歌の通り、私の計画ではこのまま一直線に芦ノ湖へ向かうというわけではなく、途中にある甘酒茶屋、そこをまずは一区切りとしようと決めていました。甘酒茶屋というのは地名になっていますが、この先に昔甘酒屋さんがいっぱい並んでいたところがあったのです。甘酒橋、これも多分昔からこの名前でかかっていた橋なんでしょうね。現在でも甘酒茶屋にはやはり甘酒を売っているお店がただ一つだけ残っています。ここでちょっと私が順番を前に、ここでだけはやはりちょっと追い抜きますんでね、あすいませんと言って、そして息を大大に登っていくわけですから、まあちょっとマスクしておいた方がいいだろうと、マスクをしながら登りますとまた自分の息も上がります。これがね、この石の上を踏んでった方がなんだかんだで歩きやすいんですよね。いろいろな方法を試してみるんですよ。そしてこの石が、まあやっぱりなんだかんだ江戸時代の時にいろいろ人が考えたそのやり方で歩きやすいという、その正解をもう昔の歴史がちゃんとここで証明しているのに、もう一度わざわざ改めて気づくということをするわけです。だいぶ登ってきました。箱根では私は有名人のようで、結構すれ違ったりとかするとね、あスーツさんじゃないですか、あれまたいらしてるんですか、今日歩きですかみたいな、結構ね最近では声をかけていただくことが多くなりました。まあ、箱根ではなんかすごかったですね。観光施設とかでもね、いろいろと見ていただいて、もう本当にありがとうございます。東海道53次を歩く、または楽しむ、別にバスとかで行ったっていいと思うんですよ。いろいろな方法で旧街道を巡ってみて、そして昔と今とのつながり、今の現在の便利な時代、そういうのをね感じてみるっていう旅は、そこに一つなんか学びがあっていいような気がします。頑張って歩いてきましたが、私の記憶では確か前に一度来たはず、この先にそろそろ甘酒茶屋があったはず。ん？あそこにちょっと一瞬下りになるところがありますね。確かね、上りが一段落してちょっと下りになった、ほらこう車が下から来てるじゃないですか、この先の下りを進んだら確か甘酒茶屋だったはず。ん？追い込み坂というのがあります。甘酒茶屋までのちょっとの坂道ですと書いてありました。本当のちょっとの坂道です。大したことのない坂です。こんななんちゅうことのない坂に追い込み坂なんて名前をつけるのは、それはきっと甘酒茶屋までもう少しと、そういうふうにですね、みんなに伝えたかった昔の人の気持ちが、それが現れているんじゃないかと思います。多分この山を越えればあるんじゃないかと思います。ちょっとしたこの起伏を越えると向こうにありました。着いた。まずは途中の休憩地点、甘酒茶屋に到着。決してここがゴールではありませんが、しかしいやー、茶屋がここにあるってのはいいですね。甘酒茶屋までは頑張ろう。もうちょっとあと一踏ん張り、追い込み坂を越えれば、追い込み坂という名前がつくのもわかります。もう気持ちを体験する旅としてはね、今回とてもいいやり方だったなと思います。さあ2度目の登場です、甘酒茶屋。いやー、やっぱりね、前回もそうでしたけれど、たどり着いてああよかったって気持ちに心からなります。自転車でここへ行って止めて入るってのももちろんいいと思います。でもね、やっぱ結構本格的に疲れて、ああもうちょっと入りたいよってなった状態でここに逃げ込むような感じで入る、その当時の使い方を今でもやれるというのが、それはそれで幸せなことのように感じます。注文したのは前回とほとんど同じ、私なんか同じようなメニューを頼む癖があるんですが、うぐいすきなこのお餅と、それから今ありましたのは甘酒です。前来た時は秋でしたからね、いろりは炊いてなかったかと思いますが、今日は炊いていていい煙の匂いがしてきます。ここお店を出る時にね、お店のご主人の方かな、あのスーツさん動画見ました、ありがとうございますって言って、あの挨拶をしていただいて、いやもうすいません、なんかいろいろとね、あのよくお礼みたいな言っていただいたんですけども、あれだけ言ってくださってるっていうのは多分もうただごとじゃない人数来たんだろうなっていうぐらい、なんか僕の動画を見てね、視聴者の方がいっぱいここに行かれたらしいんですけど、僕全然そういうことわからないんですが、
一体何人来たのかなというぐらい、もうとんでもない人数のお客さんがどうもここに来られたようです。視聴者の皆さん、東海道53次の動画お楽しみいただき、また旧街道の旅を実践していただきまして誠にありがとうございます。何度でも楽しめる非常に面白い魅力あるところですね。お店の皆さんにお礼を言って甘酒茶屋を去りました。前はね、甘酒茶屋の反対側のところから入ったんですけど、昔はこちら側が正面の入り口だったんですね。まあ、こっから先まだ芦ノ湖まで道は長いです。もう休憩地点はありません。最初はそんなにきつい道じゃないかなと思っていたんですが、やっぱりなんだかんだ大変です。この辺りは割と新しい道のようですね。なんでも関東大震災で元々あった石畳がかなり破壊されてしまったそうです。だから大正時代ぐらいまでは多分江戸時代の道がなんだかんだ形で残っていたんじゃないかと思います。足元が随分ぬかるんでいます。なるほど、石畳じゃないとそういう風になっちゃうんですね。ここからまた順調に登っていきまして、でね、上がっている途中で何やら気になるものを見つけました。もうちょっと進んだところだったと思いますけど、この階段とか行ったところだったかな。あった、これです。ん?おいたま坂と書いてあって、最初はね、あ、なんかあるけどいいやと思って行っちゃったんですが、やはり気になって戻りました。ここに石が積んであるのは、おそらく供養の気持ちで積んであるものではないかと思います。この先にある箱根の関所、関所を破ってきたおたまという女性がいたそうですが、その女性がここで捕まり、打ち首獄門ということになったそうです。で、その女性を悼んでここに石を置いていく人が今でも絶えず、このように大きな山になっているんですね。まあ、私はその本人も多少かわいそうなところもあったのかもしれないけれど、やっぱ法律は法律なんでね、しょうがないのかなと思って、一応ここで供養するのは私の考えとしてはやめておきましたが、しかしまあするのもいいかもしれません。箱根旧街道、これが私がこの間自転車で抜けたところ。そしてこちら、この看板、皆さん見覚えありますか？東海道53次の動画一番の再生数、途中ではねしていただきました100万回の再生をいただいた箱根の回のサムネイルはこの辺りで撮影しました。あの時は自転車ですから、もちろんここから先のところ進むことはできませんでしたが、今回は自分の足で歩いていくことができる、大変喜ばしいことです。とても坂がこの辺りできつくなってきて、いや、かなりもう大変なところだったと思いますが、 あのサムネイルの奥の方へ自分で行けるなんて楽しいなと思ってですね、そしてなんかまるで自分の動画の聖地巡礼をしているかのようなワクワクとした気持ちで、どんどんこの坂を前に登っていくことができました。急な坂道、それはそれでどんどん登っていって達成感を味わえていいことです。石がゴロゴロしています。結構これは気をつけないと、やはり足をひねるかと思います。右へ左へうねっていて、この先の道がどうなっているのかよくわからないというのがまたいいと思います。時折後ろを振り向くと、自分の力でこんなに上に上がってきたのか、これだけの位置にエネルギーを作ることができる自分も、まあそれなりには大したものなのかな。一生これぐらい運動できるような体力でいけたらいいけれど、まあそう簡単なことでもないだろうから、なるべく自分の体が若く動くうちにこういったことをやっておきたいと思いました。これはあらゆる人に共通することですからね、ぜひ皆さんも今お持ちの体力を存分にお使いになって、面白い旅を実感していただければと思います。お、なんか大きな岩がありますね。これはなんか名前がついてるに違いないと思ったら、やっぱりありました。これは天外石坂というそうです。これ天外石という名前がついているそうでして、なんかこれがね、ちょうど畑宿とそれから、箱根宿の道の管轄の境界になっていたとか、そういう話ですね。まあ、今のあの前原駅のところにある城内信号機みたいな、多分そういう感じだと思うんですが、 JR 西日本と東海の境界とかね。私の足もそれなりに速く、もう気分はどんどん前に進みます。さあ、これはついにいよいよ坂がずっとここまでまた登っていたのが、もう一度下りになりましたよ。多分ね、この下りはもうこれ下り始めたら芦ノ湖まで坂を登らなくていいのではないかなと思います。非常に助かることです。おお、芦ノ湖が近くなってるんじゃないかと思っていたら見えました。これは西部系の駒ヶ岳ロープウェイではありませんか。ずっとこれから先下り坂が続きます。あそこを人々が歩いていて、何やら平らになっています。だいぶ芦ノ湖が近くなってきたようです。いやー、よかったよかった。元箱根まで15分と書いてあります。ここで何やら、あれ、ここは随分いろいろなものがあるな、道もなんか交差点になってるし、あれと、お玉外家ゆかりお玉観音堂と書いてあります。こっちにもね、
享保何年とかに書かれた道しるべがありますが、道しるべがあるぐらいですので、ここはやはり道の交差点として昔から存在していたようでして、こっちの文字はなんだかよくわからなかったですが、ちょうどですね、ここは鎌倉時代の東海道と江戸時代の東海道が交差をする地点のようでして、でここにですね、先ほど皆さんにお話をしました石州破りをした少女お玉、それを弔うこのようなお堂があるそうです。まあ、これ一般の方のね、まあ、ご自宅というかお寺の方がこれでお住まいになっていて、でそこにこういうふうに設置されてるらしいんですけども、見るとね、ホームベースがありました。多分お寺の子がここで野球とか三角ベースとかやって遊ぶんでしょうね。そしていよいよ芦ノ湖が見えてきました。これまでずっと目指してきましたが、箱根の外輪山をとりあえずは乗り越えて、そしてこの芦ノ湖湖畔のところまで今から降りていきます。今回は自分の足で箱根の関所を越えて、そしてまたバスに乗り換えようと思います。だから関所までは自分で行く予定です。ここでもまた道が右と左となんか分かれていますが、どっちかなと思ったらなんちゅうことはない。この目の前に降りていく、これが旧東海道でした。なんか面白い道の分かれ方ですね。すごい下るのも急でしたよ。ここでなんか重いものとか持ちながら馬とかを連れて進んでいた昔の人は本当に大したものだと思います。雨だったらもう滑って下駄とかだったら、ね、歩けないんじゃないかと思うんですけど、よくやっていましたよね。こんな険しい道を歩いてきたわけです。この辺りでは随分自然単勝路的な雰囲気です。もうなんか道が急すぎてあまり気にすることもありませんでしたが、ようやく久々に、あ、そういえばここは昼なお暗い杉の並木であったのだということを思い出します。ちなみに花粉症の件ですが、私も一応杉の花粉症になってしまっているようなんですが、薬を飲んで、まあ、それなりにマスクとかもしてたんで、多分今のところ大丈夫そうですね。まあくしゃみとかは結構出ましたけど、向こうにそして見えました、これは元箱根湖、ついに到着しました。芦ノ湖畔にある箱根登山鉄道系のゴールデンルートの一角を担う船とバスの連絡ターミナルです。先ほど私が箱根湯本の駅から乗ってきたバスはこの元箱根湖を目指すことになります。ちょうど今大田区から中学生たちが卒業の遠足ですかね、やってきてるみたいです。懐かしいですね。奥にある箱根神社とかもね、自転車で行きました。ここに水が寄せております。この芦ノ湖の水は歴史的に静岡県側に流すということになっていて、基本的には神奈川県の湖でありながら、水の利用権は静岡県にある変わったところです。箱根神社の平和の大鳥居と奥に見えました富士山、今日は天気がいいから箱根に行くことを当日の朝に決めたのでしたが、まあそういうふうなことをするぐらいですから当然富士山も見えます。絵に描いたように美しい富士山、絵に描いたように涼やか清らかでやはり美しい水の音、それを聞いたらばまた旧東海道に戻ります。旧道は湖畔を行くわけじゃなくてちょっと内側に入ったところにあるみたいですね。ここはまたひときわ立派な杉たちが並んでいます。いい感じの道だと思ってしばし立ち止まっていろいろと写真を撮影しました。この杉並木ですが、やはり結構木の根がね深刻だったようでして、昔はね、今私が歩いてるところもバスで通れたらしいんですよ。それをこの杉並木を保護するために脇に別の道を通ったり作ったりとか、さまざまな工夫をして杉を保護するためにいろいろと手をかけて、現在でもこのような大木として育ち続けています。右手には引き続き芦ノ湖が見えます。穏やかで素晴らしいところですね。まあ花粉が飛んでくるかもしれませんけれど、それでもやっぱりいいんじゃないですか。時間をかけて歩いてきた、そういう人だけが得られる平らで涼やかで静かなこの杉並木の中の安らぎです。ちなみにさっきからもうだいぶ町っぽくなったところを通っていますが、今ですね、元箱根港と箱根町港の間を抜けているところ で、箱根町港と箱根の関所を越えてまたさらに先のところに江戸時代の箱根宿が静岡県との県境付近にあったようです。現在その辺りにほとんど家とかはないみたいですね。もともと箱根宿ってのはほぼ無理やり人を連れてきて住まわせたような、そんな感じの場所だそうです。杉の並木も終わり、まあ右手にまだありますけれど、道は箱根関所へ降りてきました。昔はここで出女、江戸から出ていく女性の取り調べを厳しく行っていたそうです。この関所をきちんと正当な手続きを踏まずに抜けるということは、すなわち死罪の対象、死刑が処せられるということになります。
湖畔の綺麗なところです。ここでは資料館とそれから石書の建物両方を見学することができるようになっています。資料館の内部は撮影することはできませんでした。こちらが箱根の石書、江戸型の門です。もちろん旧東海道にこのようにかかっている石ですから、反対側にもこういった門があります。通り抜けるだけであれば無料ですが、前回はただ通り抜けるだけ、今回はね、ちゃんと見て入ることにしました。用事で必要な時に使う馬。馬がね、なんか5頭ぐらい止められるようになっていたらしいんですが、実際には馬は3頭とかしかいなかった、2頭か。2頭しかいなかったそうです。空いた場所は物置に使っていたと。そういうことまで分かってるっていうのは面白いですね。それからこちら。これが実際に関所の取り調べをするところ。まあ、パスポートとか見せるような、今で言えばそういう感じの場所なんじゃないでしょうか。ここで証文がきちんとしているかなどをお侍さんが調べるというわけです。こんなんでよくわかりますよね。偽造なんかいくらでもできちゃったんじゃないかと思うんですけど、まあいろいろ考えていたんだろうとは思います。文鎮で何やら押さえて、筆みたいなもので書いてますね。よし、お前なんかいいやつそうだから行っていいよ。こいつこんな仕事のやり方で大丈夫なのかよ。そんな感じの表情に見えます。実際どうかわかりません。こちら。いや、ちょっとどんなに対する、これちょっとも問題ですよね、これ。いや、本当ですよ。なんとかしてくださいよ。女性たちはお互いに取り調べをする方もされる方もあまり浮かない顔をしています。こちらが関所の番頭横目付、偉い人たちですね。やっぱ武器が横にいっぱい置いてありました。こちらは休憩施設、ご飯を炊くような人たちもいっぱいいます。みんなで集まって休憩中。新型コロナウイルスとかなかった頃は確かにこういったことをやってたんですよね。最近はもう見ない光景です。これあれですね、布団が置いてあるわけですが、こんなんで寒くなかったんですかね。夜は冷えると思うんですけど、まあいっぱいかけたのかもしれません。それから高い展望台のようなところがあります。まあ展望台という言い方でも間違いはないかと思います。あの上の方にある小屋、それが重要です。遠見番所かなというのがありまして、ここから芦ノ湖を見渡すわけです。芦ノ湖を船で横断して関所破りをする。そういったやつがいないかどうかということを、この番所で厳しくチェックします。まあ、さすがにこの厳しい箱根の関所。ここを船を浮かべて、関所破りする奴なんかいないだろう。あ、いたよ。あんなにいっぱい。どうすんだよ。近頃では、この芦ノ湖、海賊船、そして西部の船などが頻繁に行き来するようになっています。もう眺めとしてもとても素晴らしいところですよね。奥に小田急の箱根海賊船が止まっているのが見えますね。西部の船も手前に止まっています。復活した井戸。なんか井戸の遺跡が発見されてね、きちんと整備したらちゃんと湧くようになったそうです。結構すごいことだということで、箱根の関関係者の間ではね、もう結構おおという風になった出来事のようです。だいぶすごいことなんでしょうね。私、井戸については詳しくないけど、いろいろとしっかり見応えのある箱根の関見学になりました。京口の御門を出て、さあ引き続き箱根宿、さらに三島宿と東海道は続きます。この辺りはお土産屋さんコーナーになっています。そしてここから先、この道がですね、また上りに転じます。カルデラの外輪山をもう一度上り、見てください、あの山の上。あそこに自動車がいっぱい通っている、あの辺りに箱根宿がどうもあったみたいですよ。で、あれを越えた後、静岡県にこの外輪山を乗り越えたところでまた変わるわけですが、いや、もうさすがにちょっと大変ですから、いや、いいやと思ってね。まあ元からその予定だったんですけども、ちょうど箱根の関のすぐ脇にある箱根町港のバス停から、東海バスですね。このバスに乗って、ここから先は楽をして山を降りていくことにします。そうじゃないともう三島に着く頃には夜になってますから、とんでもないことですよ。やはり右へ左へくねる、この道は。どうもここは旧東海道のその道幅をただ広げただけの場所なんじゃないかと思いますよ。実際にはやはりこれから先のところで、三島方にも石畳の道が多数ありまして、自転車やバスでは通ることのできない区間があります。しかし、まあ箱根の関所が到達するまでのその途中の苦しみと、特に甘酒茶屋、これは味わうことができたので、まあ今回のお手軽日帰り旅行としてはいいんじゃないかと思います。まあ今回はこんな感じで途中歩いてみましたけれど、ご覧になる方によってはね、ちょっとこれを全部歩くのはきついよという方もおられるかもしれません。そしたら甘酒茶屋のところにもバスも止まりますのでね、いかがですか。全区間をバスで回ってみるとか、それでも江戸時代の雰囲気は十分に楽しむことができると思います。次の停留所、箱根峠。
右左へうねりながら芦ノ湖がここで一望でき、富士山もどっかにあるんだけど隠れちゃったかな。一瞬しか見えませんからね、難しいんですが、また一瞬しか見えないものこれです。箱根峠、標高846m、 これが東海道53次の道の中で最も高いところの標高。そしてこちらに神奈川県と書いてあります。逆に言うと今静岡県に入ったというわけです。ここは静岡県の神奈美町。ここからまっすぐ降りていくと十石峠というところがあって、そして熱海に抜けることもできます。いつかそこも行ってみたいと思います。大型トラック、まさに今の東海道を飛んでいく飛脚たちです。あそこにね、この峠茶屋というお店があって、前も紹介したと思いますが、でも売っている食べ物はもうなんかもうホルモンとかなんか焼肉とかそういう感じなんですよね。まあ、まさにそれがね、江戸時代からの人々に元気をつけさせるというその目的通りに存在していて、むしろこれはこれで伝統的な茶屋なんじゃないかという気がします。江戸時代には餅やそばなどで旅人に元気を与えていたようでしたが、現在はこれが焼肉に変わっている、もしくはラーメンですよね。むしろね、非常に伝統的だと思いますよ。バスはここで今度急な下りを引き続き走り続けます。さっきまではエンジンを唸らせて走っていたのですが、ここからは結構スピードも出て、エンジンブレーキの音とかが多分してるんだと思いますけれど、音の雰囲気も変わってきて、このまたねバスの3方向のこの景色が右へ左へとこう全部滑っていくような、この景色の変わり方がいいですね。車酔いにはお気をつけください。でも景色を十分楽しんでいればそう簡単には酔わないような区間ではないでしょうか。遠くに何やら水のきらめきが見えます。あれは伊豆半島、そして右手方向にギラギラと広がっているのがこれが駿河湾ですね。左手は丹那盆地のそのちょっと上の部分なのかな、私間違えているかもしれませんけれども、いやー素晴らしい眺めです。こちらが新しい国道1号、しかしバスは旧道の方に進みました。旧東海道の方を向かうようです。新しい道の方ではなく古い道を通るのは、やっぱり古い道の方がね、周りにいろいろあって人も住んでたりしますから、新しい道だともう通過していくだけなんで、山中城とかこういうお城の跡などもあります。だから旧道経由になるんですね。ここから3人ぐらい乗ってきました。もうこのバスにこの区間で乗る人は訓練されているような人たちばかりではないかと思います。素晴らしい三島、沼津、そして伊豆半島、駿河湾が見渡せました。非常に美しい景色です。右手には富士山、ではこれは富士山じゃないんだな、愛鷹山とかなんかそういった名前なんですよね。富士山っぽいんですけれど、富士山はちょっと別のところにあります。そしてだんだん家が増えてきました。富士山はあちらにきちんとこのようにまだちゃんと顔を出してくれています。いいですね、あのモコモコとした山。だいぶ降りてきましたが、あれね、東海道線の丹那トンネル区間に乗っているとあの辺見えますよ。見慣れた景色がだんだんと近づいてきましたが、まだちょっと高いところです。三島フルーツパーク、それからさっき吊り橋もありましたが、吊り橋のところなどからかなりお客さんが乗ってきました。そしてこれはですね、もう後からまた最近になって植えたやつだと思いますけど、旧東海道をイメージした立派な松並木、最近になって植えたやつでも昔の雰囲気は結構伝わります。一里塚もあります。おお、あれは昔のものがそのまま残っているのかな、だとしたらかなり大したものです。現存する一里塚というのは結構多いですので、あれももしかしたらそうかもしれませんね。この辺りの道のりは歩道に関しては確か全部石畳になっていたかと思います。自転車で突っ込んでみたんですけれども、さすがに通ることはできませんでした。この家の裏側などに旧東海道はこれから回っていくことになります。バスはこの辺りでは旧道と新道とだいぶ分かれた感じで走るようになりますが、しかし山をひたすら下り続けてきたのは旧道もそれからバスも同じです。今のカーブのところでまた旧東海道に合流をしました。この道をあとはひたすら三島まで進みます。台場川を渡ります。もうそろそろ三島の宿場、日の出町っていうのが確か三島の江戸型の見つけのあるところの町の名前だったかな。そして私はバスを三島大社前で降りました。ここが旧東海道三島宿のちょうど中心の部分です。到着しました三島。山を無事に降りたことを祝う山祝いという文化があったそうです。まずは交通安全の神社でもあります三島大社へ。三島大社、私なんだかんだ毎年行ってますね。行かなかった年ここ最近ないんじゃないかな。なんともう3月の上旬であるというのに桜が散って新緑になっているのがおりました。白浜コイナって言うんですね。白浜イコナか、サクランボ
もうこれはまだまあちょっとつき始めてますね。綺麗な青葉です。三嶋大社の立派な社殿、お参りもいいんですが、三嶋大社のねお茶とそれからあの団子みたいなのあるんですけど、非常に美味しいんですよ。この福太郎餅か、多分そんなにものすごく古いものじゃないと思うんですけど、美味しいですよこれ。特にお茶が素晴らしい。お茶なんか売ってましてね、買おうか真剣に迷って、まああんまり長く家にいないから買わなかったんですが、沼津茶というやつでした。三島のお茶ではないそうですけれど、静岡県県境を越えてやってくるとお茶の味がもう素晴らしく良くなるなってはっきりと感じます。いいお茶ですねこれね。三島大社だけではなく、三島の名物といえばやはりうなぎ。海がある程度近くて昔から登ってきて多分取れたんでしょうね。で江戸の人たちの人気もあると。この三嶋大社の目の前のところでなんとうな太郎弁当っていうのがありまして、お弁当うなぎの入ったやつ1500円で買えると。もっとデラックスに行ってもよかったんですけど、この時間は結構中途半端だったのでそれだけでした。でもねいいですよ、1500円だからね。下田街道、三嶋大社の目の前のところは下田街道だったんですね。これを行くと今度は天城越え、天城峠ということになりますが、それは伊豆の踊り子の動画でお楽しみください。皆さんにお楽しみいただきました、あの伊豆箱根鉄道ね、特急踊り子号を乗り継いでいくなど動画を作ることができたかと思います。こちら三嶋田町の駅、ここがですね三嶋大社の最寄り駅ということになっていまして、もうこの旅の予定は全部終わりましたので、あとは東京まで帰ります。ちょうどなんと時間ぴったりでね、帰りも特急踊り子の時間でした。本当に駅に着いたら次の列車が踊り子だったんですよ。んじゃあ乗って帰るかと思って特急券を購入。問題は車内がどれぐらい混んでいるかということです。朝のね東京発は結構空いてたんでガラガラだったんでよかったんですが、割とお客さんは多かったですね。もう運行の終末期、最末期でしたから。というわけでデッキで過ごしました。デッキに立っていればね、そんな別にあの他のお客さんもいませんし、三嶋田町から三嶋までは特急であれば一息です。三嶋はこんな感じで水の豊かなところ、小川がいっぱい流れててですね、とてもいい雰囲気の、まあこれはうなぎも進むわという感じのところです。これもまた富士山が見えます。自分の登ってきた箱根の山もこの辺りからもちらちら見えます。もうちょっとかな。今このように奥へスーッと見渡しましたのが旧東海道の道のりです。確かそうだったと思いますよ。三嶋広小路駅のちょっと先のところにあったのがそうだったんじゃないかな。今乗車しております伊豆箱根鉄道はすぐこれからJR 東海の三嶋駅と合流をします。そして特急踊り子号は JR のホームに停車しますので、まあ、それもあってですね、まあ、大昔からのその歴史的な経緯とかいろいろあるんですが、急なカーブをぐるぐるぐると180度反転するようになかなか他では見ないカーブを通って、そして列車は三嶋駅へ。いいですね、沿線のお家にみかんみたいなものがなってました。この今車両の上側に映ってるこの辺が箱根の山の方面ということになるのかな。でもこの前方に行くともう伊豆半島です。伊豆半島と箱根とぴったりとつながっておりますので、なかなかその間に抜けるような道がありません。もともと伊豆半島ってのはなんか島だったらしいんですけど、それが上がってきてちょうどですね箱根のところにぶつかりましたので、東海道は絶対もう山越えをして抜けるしかないという過酷な道のりになったわけですね。伊豆半島がもしもね下からぶつかってこなければ、意外と箱根の山の南側のところに抜けていくことができる平らな土地があったかもしれません。沼津の名物ラブライブの電車、最近よく見かける電車です。特急踊り子号は今三嶋のホームに入りました。三嶋から先は東海道本線を進みます。さっきまで自分がいた箱根の山、これが左手に見えます。あの山の上の方からバスで下ってきたわけです。まあ多少は自分の足でも上の方まで登りました。その後は丹那トンネルを通過します。丹那トンネルはさっきバスでね、あこっちが熱海方面かなみたいな言っていた、その方面のですね地下のところを通っているトンネルで、もちろんこの辺りのトンネルの部分は全部が地下ですから、さっきの箱根の山の上からでは見ることはできませんが、地上の部分は現在では牧草地になっているようです。
牛が牛乳をですねたくさん作ってくれております。このタンナトンネルはとても長く、掘るのには技術がかなりかかりますので、やはり発展する時代、明治時代ぐらいはまだまだ全然ですねこのトンネルを掘るということはできず、昭和の初め頃になってようやく完成したそうです。これで東海道本線は明治時代のルートよりも格段に便利になりましたが、しかしやはりそれでもね、このタンナトンネルルートであっても、今日私が越えてきた旧東海道よりもだいぶ遠回りになっているのです。鉄道が坂道に弱いからこういうふうな遠回りルートを取るわけですけれど、それは冒頭の地図を見ていただければどういうことかわかると思いますが、視聴者の方のね、どなたかのコメントでありましたね、この最短経路をズバッと一直線で行く旧東海道、いやこれ暑いですよねみたいな、私もそう思います。さて、熱海から先東京方面まではもっと混雑するのではないかと思いましたので、私はもうここで乗車をするのはやめておくことにしまして、熱海から先は東海道新幹線に乗り換えて東京へ帰ることに決めました。伊豆急下田からやってきた特急踊り子号がこの熱海駅で連結をします。連結の映像はもう散々撮りましたので、遠く離れて落ち着いて撮影することにしました。大勢の鉄道マニアの人たちが一派合計に別れを惜しんでいました。連結完了、15両編成となって東京へ帰ります。でもこれ連結された編成が空いてればこれに乗って帰ろうと思ったんですけど、こっちのね連結された10両もまあ割とお客さんはいっぱいいるようだったので、今回はまあ新幹線でもいいかなと思って、これまでもう散々乗りましたからね。しかし新幹線はすぐには来ませんでした。30分おきでちょうど私が乗ろうとしたタイミングで出て行ってしまいましたので、さっきの踊り子に乗った方がちょっと早かったか、そんなことはないのかな、大体同じぐらいのようです。昔はカゴ、その頃書いてあってね、ああいい感じの広告が出てるじゃないかと思いました。さあ、これが三島で買ったこれです、うなぎのお弁当、1500円でこれならいいですよね。うがらのあたりの景色を見ながらタレをしっかりとかけていただきます。もうあっという間に江戸へ帰り着いてしまうんですけれども、一応箱根の山を無事に越えられたということで山祝い、食べている間に新幹線はもうぐんぐん東へ進みます。箱根八里の山道を一瞬で現在の丹那トンネル、そして新幹線が抜けていってしまいました。でもやっぱりああやってみると、海のあんな高いところにね鉄橋をかけたりとか、随分大変な思いして東海道線は走ってるんだなってのは思いますよ。この辺りは昔から今でも交通の難所としてひたすら人々を多少苦労させているわけです。新幹線は急なカーブを描いてもう間もなく多摩川を渡ります。ご視聴いただきありがとうございました。画面の右手に見えますあれがだいぶ発展をしました東海道川崎宿の今の姿でございます。